おはようございます。ジャスト株式会社代表、関正行です。ちょっとね、まだ変な話なんですけど、はい。ジャパールだったっけ。まあちょっと、異星人の はい。異星人の、はい。こう、まあ、チャネリングをする人がいて、はまあ、アメリカにいるんだけどね。い。はい。じゃ、その人のね、ちょっとこう、一見与太話っていうか、単なるなんかこう空想の世界だって片付けられない部分があるんで、はい、ちょっとお話したいと思うんですけど、はい、どうもね、人間、まあ、全てのものに固有の周波数があると、はい、いうことなんですけど、ちょっとその周波数の、人間にもやっぱ固有の周波数があるとね、はい、で、まあ、生物とかにも固有の周波数がそれぞれあるんだけど、はい、で そのね、何の周波数なのかよく分かんないんだけど、そこはね、はい、うんうん、生体プラズマかなんか分かんないんだけど、で今ね、人類はね、大体7万5000ヘルツぐらいだ、うん、まあ、1秒間に7万5000回転ぐらいしてるらしいんだよね、はい、うん、で大体例えば死んだ時には大体この周波数があるらしいんだよね。大体35万ヘルツぐらいだと。ほん、うん、35万ヘルツぐらいで、それでね、大体まあ、大体ここら辺がこう非物質世界とこの物質世界の境目ぐらいなんだっていう、はい、大体ね、あとね、釈迦とかイエス・キリストとか、クリシュナとか、そういう、そういう人たちね、はい、まあ、悟りをこう開いてるの人は大体2万、20万ヘルツぐらい、うん、うん、それでね、あとね、まあ、変な話なんですけど、かなり昔のアトランティスとかムー大陸の人たちは結構霊性が高かったらしいんだよね、はい、その人たちはね、大体15万ヘルツから、25万ヘルツぐらい、はい、で、この更新してきているこのジャバールっていう、まあ、異星人って、これプレアデスかな、まあいい、まあ、これはどうでもいいんだけど、まあ、それは大体こう今ね、ここに移行しようとしてるらしい、うん、うん、はい、で、まあ大体大体ね、こんな感じになってて、どうも人類もね、大体結構ね、10万ヘルツクラスの人がだいぶ多くなってきてるって話なの、はい、で、さらに昔のこう戦国時代だとか、まあ、そのぐらいの、で結構低かったらしいんだよね、5万ヘルツとかね、うん、はい、うん、これどう思う、これヨタ話でなんか僕が死んでしまったら、うん、亡くなるっていうんですか、うん、0ヘルツになると思ったんですけど、うん、それが上がっていくということに驚きましたし、うん、そのお釈迦さんだったり、うん、キリストの方が高いというのを聞いて、うん、なんかなんて言うんでしょうか、あの世に近いと言ったら変ですけど、うん、まあ、そういう更新できるというか、うん、聞きやすい力を持っているのかなって考えた時に、なんか納得のいく部分もあるなというふうに聞いて思うんですけど、うん、いや、まあ、納得しなくてもいいんですけど、別にこれ変な話だって片付けてもおかる、でもね、これ楽しめるっちゃ楽しめるんだよね、はい、別に真実かどうか別にして、はい、俺ね、結構こう信じちゃうタイプの、はい、結構楽しいから、でね、小人とか妖精とかはこのどうも かなり進化してる生命体らしくてね、はい、こう行き来できるらしいね、このね、で、いや、あまりにも周波数が高すぎちゃって、はい、なんか人間にはよく見えない、はい、はい、で、行ったり来たりできるからでというような話なんだよね。そうするとなんか辻褄も合ってくるような気がするんだよね。でね、
どうもね、いろいろ、今のアセッションとか次元上昇とか、よくスピリチュアル系の人が言ってるんだよね。はい。大体これが今7万5000ヘル平均でね、はい、これがこう上がってきて人類が進化していくだろう、霊的にだよ、はい、うん、霊的に進化していくだろうみたいな話が出てる。おそらくこの周波数、単純に言うと周波数が高くなるみたいな話なのかな、はい、っていうことなんだけど、はい、でね、ちょっと一旦切りましょう。これでね、はい、でこれとあと霊界の世界との関係をちょっとまた怪しいこと言ってる、はい、失礼、はい、そういうことで、あと次回、はい、どうもありがとうございます。